一個も倒れてなるほど。いやすごいいい雰囲気出てますよねこれね。そうですね。いい加減の時代だよね。これつぶらやろ。大変だろうな。造形がすごいいいですよね。もうこの即販売できそうなぐらいの、うん、当時の毛踊りもこの辺にね。NG 版でしたっけ。NG 版があるっていう。あれは犯人はさ鍋やかんなんだよっていう断定をしましたよ、ね。あの方がね断定。うん、ああ。珍しいですよ。そうですよね。金色を吹いてるやつ。へー、綺麗なブルーがね生えてて、きっかけになったのはやっぱ一つのソルビから始まって、はい、青春秘密基地アーバーです。今回もまた鍋屋菅さんとモグラハウスの佐藤さんをお招きしてはい、夜間さんの、はい、またこう違う部屋からねちょっとお送りしてるんですけど、もう各部屋がねもうまたすごいんですよ。こういう部屋がほとんどこういう部屋ですよね。ほとんどが普通の部屋が今のところ一度も見たことがない状態です、はい、はい。でこれはまたハリウッド系の等身大よ ね大きいですよね。デカ部屋、デカいもんばっかり。デカ部屋、いやーすごいですね、うん、バットマンからスターウォーズにね、うん、プレデターで、タケちゃん、この何のタケちゃんですかこれは。監督万歳で使われてるやつです。へえ。まあこれはまた番組で使われてたものとか、ペコちゃんもねこの奥に2ついるし、ここにも3つ目、はい、でこれまたあまり見たことないサイズのペコちゃん、うん、こっちが古いやつですね。あーにカータンがねこうしっかり梱包されてたりとか、はい、ET も、うん、この何の ET なんですか。今はあのそういう等身大で売られた、あ売られてたんですね、うん、なんかもっとポリの、うん、なんか貯金箱みたいなの俺見たことあるんですよ、うん、こういう、あカネゴンが、あこれエミチゴの ね佐藤さんのところにもいるやつなんだね。やっぱこれ持ってる人はやっぱねなかなかただもん、あいいないいな、いや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 可愛いな、もうもったい、あでキドカラーのポンパ君もこの奥にね、わすごいっすよねこの辺の大きいものからね。カネゴンいましたね。これは何ですか。これか、何これ、イカ、イカはあの、うん、腹ペコ山上くんっていう、うん、そういうなんか映画、うん、これで実際使われたやつね、これもね井口昇監督が撮ってその時の、あれこれロボットハッチャン、これバッテンロ、バッテンロン丸か、ね、バッテンロン丸、ロボ丸のこれなんですか。これロボ丸が着ぐるみ、あの顔の形がババッて変わるわけ、いろんな、その時に使われたやつで、顔が動くからいろんな形が再現できるやつなんだ。変えられて、うん、だから撮影の時にそれ用の。これもやっぱ撮影のやつなんですか。撮影用のやつ。へえ。着ぐるみと同じサイズ、同じサイズで。なんか切れそうな感じですもんね。同じサイズなんだけど、そのアクションやる時に、ああ動くやつですね。動きバージョン。へえ。切れ出たすごいね。リアルですね。そのゴジラは何ですか。ゴジラ。ゲーム。ゲームの、あーゲームセンターで、まあ、ありとあらゆるものやっぱもう収集するんですね。やっぱ形がゴジラならもう絶対欲しいし、あそこの上にパーツがあるじゃないですか。ああ背びれだ。ああいうパーツがね何個かあって、だからもう一個組める、うん、ああどっかにまだあるんですね同じものがね。頭もあるし、あそうですね、こう背びれ、これがね手もあるし、ああなるほど、足もあるからもう一個、どっかしまい込んじゃってる、もう一個ね、でもこの大きさのものしまい込んじゃうってなかなかですね。これだけ大きくてもありとあらゆるものをね。そうありとあらゆる、まあ、何が言ってるか分かんないですけど、これ段ボールの中にいろいろあるんで、すごいですね。いやだから師匠いっぱいで、師匠とか、そうですね、師匠いっぱいで、師匠このだから黒が珍しいんですよね。あっ黒バージョン、これ段ボールもこれ調理備品って書いてあるけど絶対調理備品じゃないですよね。絶対入ってないですよねこれ。絶対おもちゃとかなんかそういうもんですよね。いやすごいな。これのねイカ天とかいいですよね。あー懐かしいですね。このトロフィーみたいなやつなんですか。そうそうイカ天の、うん、勝ち抜くともらえる。あーなんでここにある、勝ち抜いたわけじゃないですよね、うん、これ質屋に出たんで。じゃあ当時勝ち抜いた誰かがもういいやって、うん、だからそうなったらどこからともなくまた集めてくるのがすごいですよね、はい、それすごいすごい、うん、これアンテナ張ってないとこう骨董屋で見ても普通の素通りしちゃいますよね、後ろの上手みたいな、ね、これも手踊り、これ手踊りでしょ、これはよく出ますよね、
可愛いテオドリの上手からヒューマンの、ね、このソルビからこれ可愛いよね。ワッツマイケル、ね、ワッツマイケル、ね、結構好きなんですね。だから守備範囲がめちゃくちゃ広いっすよね、そう思うとね。夜間さんこそやった方がいいっすよね。何かこう資料的なものを残しながら皆さんにこう見てもらえるようなやってもらいたいですよね。これだけせっかくこう物が残ってるんで。結局だからこうやってなんか入れちゃうと、うん、一生ですよね。語ることはないですもんね。そうですよね。じゃあちょっと博物館やりましょう、夜間さん。ちょっと、ね、こういう中に入れたところで。いやまあ、青春秘密基地サロンにもあのレンタルしますから。あ、そうですね。ぜひあのもしあの自分がやったらぜひあのそうですね。山梨に作んないですよ。俺じゃないか。いやいや山梨もやりましょう。山梨東京長野で。いやいや山梨は今あの青春ピックさんがやりたいから。どこかの不動園とか。やらないやっちゃやらない。すごいね。世界大会。ああ。世界大会当時のほら総天然色だもん。そうですよね。そうですよね。これがあるのがすね。ゴジラ、ミニラ、ゲバラ、オール怪獣大進撃。いや、すごい。お、メカゴジラの何？その74の？お、お、ザンパミサキ。あ、出た、本当に74じゃん。いや、こういう副隊がついてたね。へえ。あ、その当時、そう、まあ、沖縄だからね。あ、はいはいはい。ザンパミサキだってついてたんだ最初。これでも色が違う。ああ本当ですね。ここがね。ここが違う。決定校で海底校だ。こっちが最終的な。はあ。これはすごい。手が震える。これ何冊もある？何？これはね、うん。こっちは復刻。こっちは復刻。復刻で。この2冊は。復刻なんても出てるんですね。こっちは復刻か。復刻。当時もんですよね、うん。さりげなくだから、普通にヒューマンがポロッと入ってるんですよ。かわいいのがね。で、これもなんかありますよね。このエビのギニョールというか着ぐるみというか。すごい。これもだから腹ペコ山田に。はあ、すごいな。何もいい、ね、この昭和の出てますよ ね。一番ねコレクターのすごいのは、ダブって買わないんで、俺これ持ってるってわかるよね。そこはすごい。あ、なるほど。まあ、まあ、それは俺もそうだけど、あ、これ持ってるな、これ買ったよ。ただ多分あ持ってて、多分あそこにあるなっていうものを出せって言われた時に、うん、これは引っ越しをするのと同じぐらい大変で。一番奥まで出さなきゃいけないから、それはちょっと勘弁を願う。ああ、なるほどね。だったらヤフオクでもう一回押して、ああか、ああなるほど。そうか、確かにこの部屋のあの一番奥のあの奥にあるって言われて、それ出してくれって言われても、これは金額にもこれ買った方が早いなっていう。ああ、あると思って行ったらないここじゃなかったそれが一番焦りますね。どこだ。ああなるほど。もうほぼ物心ついたら集めてたみたいな感じですよね、そうなると。へえ、やっぱそれにしてもやっぱ情熱がないと、いくらね集めたくてもやっぱアンテナ張ってないとなかなか手に入らないようなものばっかですよね、この辺にあるものが。ただね、お金出せば買えるかってそういう問題じゃないものが多いから、そう思うとやっぱ、あ、シンゴジラ。こういうのもさ、いっぱいあるわけですよ。はい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 。これなんかパチンコ屋さんとか、はいはいはい、DVD のブルーレイのポップとか、こういうのもだから、もう出し、もう箱のまんま出してないですもんね。だからこう出すとこがないよね。なんかこの辺の奥にも、ああ、スターウォーズある、あるんですよ、こういうの。ありますね。これ博物館やった方がいいですね、これだけ。やった方がいいです。はい。なんかね、見たくないものが、見たくない、見たくないものがもういっぱいある。うわ、だからこれは究極のコレクターですよね。自分で集めておきながら見たくないものがあるっていう。本当来たかったんだよ ね今日これって。いやそうですね、いや本当そうですでかいっすもんね、これも。だから 1m 近いじゃないです、うん、これもうね、これは見たことない、ね、あ、電気つくんだ、うん、すごい。これプロップ、
すごい。だからこれが何気にさらっとこにね、でも古いものですよね、これも当時の、うんうん、これもうスイッチがもうね、これ当時のスイッチですもんね。これが古いやつですよね、鉛の。あ、鉛なんだ。頭鉛、体鉛。ああ、一番古いってことですよね。ああ、で、ちゃんとね。後ろも、鉛。あ、鉛。で、これは、鉛、セルロイド。ああ、体がね。で、こっちがセルロイド、セルロイド。あ、セルロイド、セルロイド。時代とともにね。これだけ、でもだから相当昔からね、ペコちゃんが首振りがあって、うん、まあこの後ソフビとかになってくるんですよね。だから時代的にはね。だからこの鉛鉛から持ってる人はあんまりいないと思いますよね。初めて見た。鉛。うん。で、ディズニーのこのね、プッシュパペットがあったり。だからこれがね、まあ新しい。あ、そうですね。この辺でも一番好きな年代ですけどね、俺は。ね、うちも何個かあります、うん。これが俺結構一番好きなんですよ。顔も形も。可愛いっすよね。その前がこれね。これ下がブリキなんだよね。台がブリキ。へぇー。ああ。もう歴代のペコちゃんがだからね。やっぱ、ペコちゃん好きな人も多いですからね。胸筋ベスト10。ね、ガメラとか。ガメラとか。あ、これはもう、ひょうきん族のほら。ああ。個性めんどくさとピストン来たの。ああ、これも一つ一つやっぱ大事なの。シャープ兄弟とかね。へえ、うん。すごいなぁ。竹ちゃんマン。竹ちゃんマンの台本。ああ、ね、貴重ですね。ね、いやー、すごいですね。これなんだ。これはドリフ。ドリフ。ドリフ大爆笑。ドリフもひょうきん族も、裏番組もどちらもみたいな。ね、ガメラ系です ね、 ね、シンゴジラ、シンゴジ、うわ、戦隊で着ぐるみ作るときに、まあ、原画を全部そのこうやって、まあこれはコピーなんですけど原画のね、それで指示を出すわけですよ、こうやって作れとか。どこにあったのこれ、こういうの、そういう工房ですよね。ここ売れたんですよ。ああ、はい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 。指示書みたいな感じで。そうそう、指示書で。だからこれ1枚しかないから、結局横とかの写真がないわけですよ。当時ね。当時。もう作り手側が想像して。うん、そう、だからこロボットにしてこうしてくださいとかっていう。蜂蜜がこうですよとか。すごい、こういう資料がね。うん。すごい。うわー、貴重ですよね。うわぁ、もう絵のタッチもやっぱいいっすね。うん、これでゲット、この設定ですとか。今手書きでこう、いろんなのがね、あるんですよね。こう、こういうふうにこう、つけましょうとか。そうですね。ジャスピオン。ああ。へぇ、このゴジラも何なんですか、これ、このゴジラ。だから、唯一、うん、その、日本で残っている、うん、最古のだからゴジラの着ぐるみの頭。はあ。昭和のゴジラこれしか残ってないから。あ、そうなんですか。本物だ。本物な。え、何ゴジこれ。だから、まあ、南海の大決闘とかでも使われてるんで、大戦争とか。これも相当貴重なものですね、そうなってくると。大戦争ぐらいで作って、海ゴジラに変わってっていう感じで。はあ、うん。まあ、そう思うと。やっぱ年金がかかってますよね、もう本当に、うん、やっぱこうね、フィギュアみたいに飾っていくものじゃないから、うん、まあ長年経年変化とか劣化っていうことは考えずに多分作ってるもんだと思うんですよね。ですよね。だからどうしてもこうね、きちんと保存しといても痛みが出てきてしまったり、うん、それは当然出てくるんですけど、うん、なんでその辺がね、やっぱもう一つ二つ、うん、これもいっぱいね、ゴジラの頭ありますけど、うん、こういったものはやっぱりね、その販売されたり、そういうね、特典だったりっていうもんだから、まあ、経年変化するっていうこともそうそうないとは思うんですけど、やっぱこれがやっぱ当時の昭和のリアルなね感じがやっぱ素晴らしいですね。でこの皮膚は、この皮膚はまた皮膚は村瀬慶三さんっていう当時着ぐるみの体とか作った村瀬さんが、まあ再現した、はあ、当時その金吾寺はこうやって作ってたんですよっていう。へえ、もう再現してる。62年8月11日に作ったものを、はい、あ、49年前の革を、うん、2011年に復元したというか。復元したという。ええ、ちょっと触ってもいいですか。だいたい着ぐるみの
売れたのは、売れたんですね、このぐらいの厚さだったとか、で上表面にこういう加工でゴジラの皮膚を作って、こっちのねウレタンがね今あんま手に入らないウレタンなのよね、あ上のやつがボロボロになっちゃうやつだから、へえ、こういう感じでちぎって貼って、すごい、これはでも何のためにこれ再現したんですか、これは。だから、まあ、当時の作り方っていうのを残すために、ああそういうことですね、資料的な感じで、うん、そうそうそう、それがここにあるっていうのがまたね、そうそう、すごいね、すごいことですよね。これはね、あれこっちは、うん、85年84ゴジラの後に、うん、プッチンプリンの CM で使ったゴジラその安丸さんが、安丸さんっていう人がね、ゴジラ の頭とかね、84ゴジラとか作ってるんですけど、その安丸さんがちゃんと造形したやつ。へえ、うん、このゴジラは何なんですか、このこれは、それは山田正美さんって、人がですね、作ったやつで、だから、今、猿印とか、あの辺の原型が山田正美さんじゃないですか、そう。はぁ。その山田さんが当時、小学館の本で、そういうリニョールをいっぱい作って、本にしてたんですよ。へぇ。その時、作ったやつ。はぁ。ドリフの戸部孫悟空の中本さん、これ佐古城使われてもの、使われてもやっぱりこの人形劇でメインはもっと大きいやつで、ああちょっと遠くの方に引き目で使う時用の、うん、でもそれがあることもね、すごい、それが当時使われて、確かにこの手のところの棒とかついてるから、もしやと思ったら、このゴジラだって分かんない、何これ、それマミこれつけてる。そうそう、なんだっけな。本場なんかでもらったんですよ。ああ。おお。手踊りのカータンさん、これすごい。見たことない。これは珍しいですよ。これは何なんですか、この。これね、デベロン。本当は目ん玉が上に出てるんだけど。へえ。目がなくて。へえ。すごい。手踊りやっぱいいっすね。こうやってこれだけで、でもここのさっきね、これ。すごいです、この夢のタッグの原画マキ先生とね、すごいです、これがここにさりげなくここに置いてありますけど、これって相当貴重なもんですよね、はい、原画ですからね、はい、でマグマ大使の、あ、この辺にもあるじゃないですか、これも手踊りの孫悟空ですね、これは販売されてたんですか、これ見たことないです、こんなので、この辺がまた手踊りのブースか、キャプテンウルトラ、キャプテンウルトラ、キャプテンはその、まあ、ハットの横にいるバンデラっていうのが、ね、これこれぐらいですね、あと仮面ライダー、これも当時もんですか、そう、あ、めちゃくちゃ綺麗ですね、へえ、仮面ライダーってカマキリ男、すごい、後ろコブラ男もいるじゃん、はい、います、ね、結構やっぱ出てたんですね、当時ね、手踊りのね、5話、はい、5話はね、色違いがあるっていうのを知らなかった、でも5話もいい表情してます、ね、この青と緑、いや、うん、ちょっと青の感じも違うし、髪の毛の色も違うし、色違い、これソフビとかも現在も結構買ってるんです、まあ買ったり、うん、そう、たまにね買ってますけど、そうですね、切りないですよね、切りないですよね、もうどんどん出ますからね、復刻とかだったり、今もうインディーズから、うん、まあいろいろね、やっぱこう版権ものも出てきますもんね、うん、次から次へと、でもインディーズメーカーがねやっぱり多いから、はいはいはい、その辺は自分でこう見極めて、ああかあ、どこまで買うか買わないかみたいなと、うん、まあ今度買い切れないですからね、本当に買い切れないより飾るところがないじゃん、そうですね、置き場所がね、そうですね、そうだよ、もうここもぎっしりなんですけども、うん、各部屋相当ぎっしり、いやいや、だってここに入る人は来るんで、ここにあるものを全部どかせて、あ、すいません、ありがとうございます、いや普段はねほぼ天井まで荷物が入ってます、あもうこんな風に自由に動けないですね、だから、はい、全部出して全部違うところに移動して、ああ入り口まで全部入ってるんですよ、本物すごい、どうしてここにあるのがすごい、ツービート時代のすごいな、伝説の国宝級だね、そうですね、はい、ということで
2回にわたってちょっとね、夜間さんのところでいろいろ見させていただいたんですけども、はい、ありがとうございます。最後の最後にこちら、またありがとうございます、はい、今回まあ2回目ということで、うんうん、でね、いろいろなソフビショップさんを今交渉中です、はい、あー楽しみですね、その辺も出ていただけると信じてやっておりますので、はい、楽しみしてください、はい、買い物に来るのも楽しいし、うん、でトークショーも楽しいと、あー、ね、まあそこがウルトラソフビフェスティバルの醍醐味です、ね、そうですね、ぜひぜひ、はい、物販だけじゃなくて、はい、やっぱりこうトークショーを見て、うん、やっぱりそのトークショーで、ね、やっぱりこうテンション上げてもらって、お買い物にもテンション上げてもらって、いやいいです ね楽しめますよね、ぜひぜひ皆さん来ていただければと思います。まず夜間さんもイジリーさんも、はい、古谷さんも藤岡さんも、もうこのゴールデン、まあ、コンビといいんですかね。本当ですよ ね、まあ、多分ないと思いますので、そう、中ではなかなか聞けないと思いますし、本当といろいろな企画でね、この2人やばいんじゃないのって、あの、うん、期待したメーカーさんもいる。あ、そうなんですか。汚れ師匠は、いやいや汚れ師匠、汚れ師匠そうじゃないですけどね、うん、ぜひ皆さん楽しみに、はい、そうですね、11月9日土曜日になってますから、はい、今朝はタウンホールで18時から19時までとなってるんですけども、これ自体はじゃあ物販の時間帯っていうのはこの会場、そうそうそう、開場してから開演までと、はい、終わって、はい、多分1時間くらいしかね、そういうことですね、はい、でチケットの方も各席がまだあります、なんとかまだあるということですね、はい、いや、まんだらけさんと、はいはい、あとチケットピアさんもね、あ、今回扱ってますので、はいはいはい、あの初めてやりますけど、はい、あ、もうね帰りますので、はい、ぜひ検索していただければ大丈夫だと思います。本当楽しみです。僕も藤岡さんとお仕事も久しぶりですし、あ、そうですか、いじりさんとお仕事も前回の1回目で久しぶりだったんですよ。あ、そうね、あ、はいはい、その前はよくお仕事しまして、はいはい、2時間ドラマも兄弟役で出たり、兄弟役で、すげえそれ、盗撮カメラ兄弟盗撮に行くね、殺されるのすぐ殺されるの、殺されたったの、それだったらいいなそれだってどっかで見れるの、それはね、月曜ミステリーか土曜ワイド劇場かなんかそういうやつでした。その兄弟からまた時間を経て、またおもちゃが繋いでくれたご縁で、お二人がまたこういうね、あの MC で共演するということも楽しみですね。それも楽しいですね。楽しみです。ぜひぜひ。いやー、もうちょっと多分ウルトラマン対仮面ライダーですからね。そこですよね。やっぱそうですね。正規の対決じゃないですけど、正規の対決するとこの人がほら、ちょっとまずいから、正規っぽいやつ。そうですね、ちょっと感じが変わっちゃいますね。勘違いされちゃう。そうじゃないですね。はい。ファンされない正規の対決。そうですね。はい。はい。よろしくお願いします。ファンされる人ですか。そうですね。はい。じゃあまだ皆さんね、ぜひね、はい、見てらっしゃる方も、こちら11月9日、スケジュールを開けていただいて、一人でも多くの方にね、はい、足をお運びいただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい。それでは今日、一日、本当にたくさんのもの見させてもらいまして、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。また、おすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。